こんにちは、整体院専堂の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。先日ですね、視聴者の方からですね、直接、ご意見をいただきまして、私の眉毛が気になるっていうんですよね、動画の内容と全然関係ないんですけれども、眉毛はね、ちょっと子供の頃はコンプレックスだったんですよね。放置しとくとね、どんどんこう上に移り上がっていくんですよ。だからまあ嫌だったんですけど、でも大人になったらね、結構ネタに使えるし、チャームポイントかなって、思えるようになってるので、全然ほどほどにですけども、いじってもらえたら、いじってもらってもいいんですけども、ただ動画のね、内容に対して意見とかね、質問いただけたらありがたいかなって思います。はい、ちょっと余計な話しましたけども、本題に入ります。今回の話はですね、夏を乗り切るための3つのポイントっていうね、お話をしたいと思います。これは今までのね、動画の復習っていう形にはなるんですけれども、まず1つ目ですね、1つ目は夏の快眠法、熟睡の条件っていうね、動画があったと思うんですけども、そちらで、お話ししているようにですね、やっぱり夏は睡眠が第一なんですね。夏だけじゃないんですけれども、とにかく夏バテ、夏風邪を防いでいくには睡眠が第一です。でそのために動画の、ね、中でお伝えしたように、部屋の温度っていうのはね、寝る時のお部屋の温度っていうのがすごく大切なんですよね。簡単に言うとですね、お部屋をちょっと寒いぐらいにして、寒くない格好をして、布団の中を厚手の布団をかけて、布団の中を寒くない、暖かい、温度に保つっていうことがね、その時にお話しした内容なんですけれども、この条件で寝ることで、人間っていうのはもう熟睡しやすくなるんですよね。で、動画では夜の睡眠の時だけの話をしたんですけれども、実はこれって昼間もそうした方がいいんですよね。仕事をするにしても勉強するにしても、ちょっとね、屋外で活動する方は仕方ないんですけれども、仕事中もちょっと部屋を寒いぐらい、18度から22、3度ぐらいにして、あったかい格好をした方が、作業効率も上がりますし、疲れにくい状態を保てるということが言えます。クーラー病とかね、冷房病ですか、昔よく言ってたんですけども、あれってやっぱり中途半端に行かせて、中途半端な格好をしてるから中途半端に冷えてちょっとおかしくなっちゃうんですよね。だから中途半端な温度にせずに、しっかり効かせてあったかい格好をするってことが、いい条件ということが言えます。はい、で、ここでね、よく受ける質問が、温度差ってよくないんじゃないですかって言われるんですよね。室温をものすごく下げて、今度外に出たらすごく暑いから、それが良くないですよねって言われることが多いんですけれども、確かにその通りなんですよね。人間の体は温度差にすごく弱いので、それは確かに良くないです。ただその温度差を恐れて、じゃあ室温をね、28度とか29度に設定して、してた方がいいのかっていうと、そっちの、リスクの方が高いというか、その方が体にとっては良くないんですよね。もちろん温度差がないに越したことはないんですけども、温度差を恐れて室温を高く、キープしてて、なんていうんですか、クールビズですか、ああいう格好をしている方が、体の代謝はね、どんどん上がっていくので、代謝が上がると聞くと聞こえはいいですけれども、他の動画でもお伝えしている通り、代謝が上がるとですね、代謝産物って老廃物が出てきますので、その老廃物を処理するのにね、体がすごく疲れてしまうので、代謝をね、あまり上げない方がいいんですよね。で2つ目のポイントなんですけれども、これも他の動画でお伝えしていますね。先ほど暑いと代謝が上がって老廃物が出ますっていう話をしましたけれども、それで一番よく使われるのが腎臓なんですよね。その腎臓をいたわってあげるためにも、まずあんまり汗をかかないことが大事なんですよね。汗をかかない、昔はよく夏の間にしっかり汗をかきましょうって言ってたんですけども、それはもう嘘です。たまに、セミたまにね、汗をかくことは私は個人的には大切だと思うんですけれども、
しょっちゅう汗をかくっていうのはやはりねすごく腎臓に負担をかけますし、うん、セミが気になりますね。はい、で汗をかいたり代謝が上がってしまったら、他のね動画でもお伝えしている通り、アイスノンとかを使ってね、アイスノンじゃない、保冷剤でしたね、保冷剤を使って腎臓を冷やすとね、腎臓の疲れが取れやすくなります。はい、で、3つ目のポイントですね、これも1、2と1つ目2つ目と通ずるんですけれども、やはり運動なんですよね。運動は適度にしましょうっていうのが、健康のセオリーというか一般的に言われていることなんですけれども、ほとんどの方がやっぱり適度にやってないんですよ。うん、これも他の動画でお伝えしてますけれども、そもそも適度に運動をしましょうっていう、その適度にする前に適度にするだけの体の状態が作られてないんですよね。うん、大体の方が、生態的な言い方をすると体が歪んでいて、その歪んだままの状態で運動しようとするんですよね。それはもう体が、健康になるわけがないですし、むしろ壊れていくばっかりなんですよね。中には、本当にこう健康を目的とした運動法があって、運動の中でその歪みを整えていくっていうねやり方もありますけれども、多くの人は我流でやりますので、それで体を壊してしまうということが多いんですよね。はい、ですから3つ目のポイントとしては、運動をやめましょうっていうわけじゃなくって、正しい体のね、使い方をしましょうっていうお話ですね。はい、で、これは補足なんですけれども、夏だから当然汗はかくのはもう仕方ないんですけれども、汗をかいてしまったら、当然水分を補給しないといけないですし、塩分も一緒に取りましょうってことを言われてるんですけれども、塩分を取るっていうことで大事なのが、塩化ナトリウム自体よりもこうバランスの取れたミネラルですよね。ごめんなさい、滑舌悪いんで、ミネラルね、取ることが大事なんですよね。もちろん応急処置的にというか、水分が足りてない時にポカリスエットとかね飲むことはいいことだと思うんですけれども、日常的にね食事の中からミネラルが豊富なものをね多く取るといいと思います。私なんかはねある先生の勧めで岩塩をねよく取るようにしています。ここにその岩塩があるんですけど、私はこれを、ね、摂取するようにしています。はい、別にこの商品を勧めているわけではないんですけれども、ミネラルが、ね、豊富に含まれていますので、ただ他の、ね、方の動画を見ていると、岩塩には全然ミネラルは含まれてないよっていう、ね、方もいたんですけども、実際当院の患者さんで、ちょっと検査というか、いろいろこう見た感じでね、ミネラルが不足してるなって方に施術前にこの岩塩をねちょっと舐めてもらったんですけれども、それだけでちょっとこう体が変化するんですよね。うん、なのでただのこう塩化ナトリウムではなくて、やはり岩塩はミネラルをね、多く含んだ塩なんだなということが言えると思います。はい、ですね、以上夏を乗り切る3つのねポイントをお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。